はい、どうもゆきです。今日はですね、朝食を、作る動画をあげます。はい、まあ朝食ですね。よいしょ。ではまずは、フライパンを熱します。でですね、油を入れます。これさ、スマホ持ちがながらだとさ、結構きついっすね。油入れます。油ねえな、これ。油入れます。入れました。広げます。そしたら卵を用意します。2個ですね。卵を2個、この中に、割り入れます。これ両手じゃないと無理。朝食です。男の朝食です。そんで入れたらこれ蓋します。で弱火にします。弱火ね、一番弱火にします。でこれ待ちます。これだいたい5分ぐらいかな。5分ぐらい待ちます。でその最中に、食パンを焼きます。食パンを焼きます。食パンを焼きます。食パンはですね、あそこで焼いてますね。んで、まあしばらく待ちまーす。
あ、そうそう。このね、朝食はね、卵を2個使うんですが、卵がですね、なんと俺の近くの、ドラッグストアでですね、なんと10個入りの1パックがなんと120円とかいう超激安価格で、しかも毎日その価格なんですよ。ね。で、よく買ってます。うん。超激安価格で売られてるんで。あと6個入りもね、確かね、6個入りも安いんだよな。6個入りもね、確か、70円とか、そんぐらいで売られてるんですよね。6個入りも70円とか、80円ぐらいだったかな。で売られてるんで、まあよく使うときはもうそれ、まあお一人様1パックまでなんで、それとそれ、10個入りのやつと6個入りのやつ1個ずつ買って、16個ゲットみたいな感じでやってますね。ものすごい安いっす。普通卵って他のスーパーだとほんと200円ぐらいするんですよね。うん。下手したら220円とかしよるんですよ。卵って。本当に一人暮らしを始めるとね、大体のね、相場が分かってくるからね。パンが焼けました。パンが焼けましたので、パンが焼けたらこれを開けます。あ、いい感じです。まあいい感じにちょっと、まあこんなもんでしょ。で、切って。で、この上に、まあ、こいつを乗せるわけです。安定の乗せるわけです。あ、やばい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 。やばいやばいやばい。ちょっと、両手でやる。スマホだとさ、片手操作が、はい、こんな感じですね。で、このまま食うんじゃないんですよ。俺特有スーパーユッキー風のやり方がありまして、これ何かっていうと、俺の大好きな調味料マヨネーズ、てってけてっててっててん、ということで、このマヨネーズをですね、大量にかけます。いやー、これも両手でやりますね。スマホはね、片手がね、めんどくせえ。普段はウェブカメだからね。はい、こんな感じでーす。ね、うまそう。これで食べます。ね、よかったら皆さんも、ご賞味あれ。